タグラム、ツイッターのフォローよろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。こんにちは。やばい、雨降ってきた、雨降ってきた。この雨の郡上市、真夏だよ、これ。クソ寒くない？寒いです。超寒い。こんなことありえるかってぐらい寒いです。台風行っちゃった後の、なんだろう、吹き返し、吹き返しの天気の悪さ。ちょっとグラウンド見てください、これ真っ白、超寒い。はい、今日はですね、特別ゲストということで名古屋サイクロンズの2人に来てもらいました。はい、じゃあ自己紹介からお願いします。はい、昨年岐阜大学卒業して、今名古屋サイクロンズで頑張ってます、坂井田です。お願いします。同じく岐阜大学卒業して、今サイクロンズで LB やってます、鵜飼です。よろしくお願いします。はい、2人ともなんか緊張して全くつまらないこの自己紹介ということで、坂井田君はね、ランニングバックで岐阜大学で活躍して、僕も久々に見たスーパーバックですね。ストップアンドゴーがすごい。これね、もうね、0と100のアクセルの踏み方、これがね、僕はすごいと思って、僕は意外と尊敬してるんです。あんまり言ってないんですけど、すげえバック出てきたなっていう。これね、今年のシーズンめちゃくちゃ多分名古屋サイクロンズの戦力になると僕は思ってるので、これ見た人はこれスカーティングにはないので結構要注意した方がいいと思いますよ、これ。多分ね、春シーズンよりも秋シーズンの方が多分ね、ブランクちょっとあったから体出来上がってきたでしょ。はい、うん、ここ要注意なんで、はい、皆さん注目してください。そしてこちら鵜飼くんですね。鵜飼くんといえばね、ラインバッカー、スナッパーを今やってるんです。あ、スナッパーはやってないです、うん、やってない。ラインバッカーです。結構アスリート系のラインバッカーやってますので、こちらもね、得意なのは何？得意なもの、得意な技、得意なもの、ブリッツで割って入ることです。おお、皆さんブリッツ要注意です。鵜飼くん入ったらブリッツシチュエーションの可能性が高いんでね、ここだけの話言ってしまいます。で、今日ね、せっかくね、この寒い郡上市に2人来てもらったので、坂井田くんのストップ&ゴーについて僕はちょっと軽くレクチャー受けたいなと思う。どうやってそんなストップ&ゴーができるようになったのかを知りたいので聞いてみようと思います。で、郡上何年ぶり？4年ぶりですね。4年ぶり、はい。郡上何年ぶり？4年ぶりです。はい、郡上といえば何がある？何がある？うん、郡上のおすすめって何？郡上踊り。郡上踊りね、郡上踊り。でも郡上ってさ、これ鮎の町じゃん。あ、うん、鮎のお店いっぱいあるよね。俺最近、はい、去年から鮎釣り始めたんだけど、まだね、今年合宿前にちょっと1日ちょっと半日空いてるから釣りしようかと思ったんだけど、台風来てて諦めましたで、夜みんなで鮎食おうかなと思ったんだけど、これは夢叶わず、また次回に。郡上の鮎ってね、知ってた？天然鮎1匹1200円するの。めっちゃ高いっすね。めっちゃ高いです。10匹釣ったら1万2000円だからねこれ釣らないやばいなと思ってたんですけど、じゃあそんな感じでね、やっていきますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあスーパーバック坂井君、ちょっと説明お願いします。はい、練習方法、練習方法なんかいいのある？そうですね、こうやってチョコバー2本置いて、チョコバーですね、チョコバーを2本。はい、でこう最初ゆっくりでもいいんで、こう、おお、おすごいな。はい、こんくらいで、うん、しっかり足を刺すイメージ。足を刺すね。はい、まっすぐ下ろすイメージですね、うん、それで足を刺すっていうのは何のために刺すんですか？そうですね、やっぱスピードを殺すんですけど殺さず、うん、あ、その微妙な駆け引きね。はい、こう体内に蓄積するっていうんですかね。ああ、なるほど。を蓄えるためにこう、うん、やっぱりボボンってやって、ここで溜めとくって感じですね。そこのやっぱでも股関節、股関節ね、ここら辺ですね、はい、ここね、オフェンスラインもそうだけど、もうスポーツで全て大切ですよね、はい、そこで溜めるんですね。そうですね、ここでしっかり溜めて次の足を、次の足を、はい、その次に出る時の意識ってね、溜めた後どこを意識して前に出てるのか。やっぱりここ溜めたところを使うのと、あとやっぱ膝を前にこう、膝を前、あ、なるほどね、はいはいはい。いや、これね、画像を見せたいんですけど、でもすごいんで、俺なんか一回一瞬止まったかなと思ったら、そこからのアクセルがすごいっていうのは、これを結構やってた？そうですね、はい、この練習を多めでやってました。ちょっと何本かやってもらっていいですか？おお、すごい。じゃあさ、これをさ、何も知らない、じゃあ森蔵さんと、あ、森蔵さんは靴がそれなんですか？そうなんですよ、これなんですね、はい。じゃあちょっと一応、じゃあ一応ね、ランニングバックの新人ということで、新人を教えるイメージで
新人っていうことね、はい、新人、じゃあ何が悪いかを一回やっと、はい、お願いします。一旦ゆっくり、あ、ゆっくりちょっと、今これが信じたらどういう注意点だろう。やっぱこう足が若干こうこう出てるんですね。もう一回言って。なんかこう、ああ後ろに行ってるんですね。うん。で、僕意識してるのは本当縦にまっすぐですね。あ、まっすぐね。はい。こう曲がってるとやっぱどうしても前のめりになってて。あ、なるほど。まっすぐ刺す。はい。ってことは重心をちょっと曲げた時の重心お願いします。どこに辺にありますか。自分意識したのはこうもう本当なんていうんですか。真下に落とす。あ、真下に落とす感じ。ケツ低くして、この姿勢ですね。はい、はい、あ、なるほど。ちょっとそれ意識してやってもらっていいですかね。はい、どうですか、さっきよりは良くなった。はい、2本目良かったですか。2本目良かった。じゃあ、もう一回坂井田君の向こうからやっていただいて。おお、やっぱ違うね。この音の下に差し具合が違う感じがする、すごい。これが多分重要なんだよね。いや、今日午後のね、あのダミーディフェンス時に出てもらうの楽しみなんですけど、やっぱどんなバックでした？いや、もう頼れるバックですね。リターンタッチダウンとかも量産してくれたし、本当にこいつがいてくれたからチーム勝てたなって。めっちゃ褒めてます。現金の時こんなこと言わなかった今だけ恥ずかしいんで、恥ずかしいんで。あ、そうなんですね。はい、じゃあこの練習皆さんもやってみてください。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。いや、今聞いたのやっぱ股関節でね、もうスポーツ全部股関節が大事なのかなというのと、やっぱりこの膝の位置がどこに入るか、膝と足首の位置で地面を刺す、これオフェンスラインも一緒なんですよ。こう刺して刺して、で足のがこっちに行かないようにね。そうですね、うん、前に、はい、もう本当ね、スポーツアメフト全部ラインバックもそうじゃない。そうですね、うん、重心下に、重心下やっぱここだよね、はい、まあ大体全部一緒だと思うんで、そこね、ぜひね参考にしてみてください。今年の名古屋サイコロズなんかあるかな。まあ自分新人なんで、新人らしくフレッシュなプレーで頑張りたいと思います。はい、タチャン取ります。おお、フレッシュな新人らしいプレーってどういうプレーなの。もう相手を置き去りにする。置き去りにする、はい、おーって感じ。もうなんかこの愛知県に新たなるスターが来たって感じでちょっと見せてほしいです、はい、盛り上げていきたいです。はい、じゃあ鵜飼君。あ、はい、LB 周りに上手い人ばっかなんで、周りから吸収して、自分も上手いラインバッカーって言われるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。いや、もうね、みんな結構ね、まあ慣れてないからちょっと硬くなってるんですけども、本当ね、名古屋サイクロンズってどういうチームなの。どういうチーム、名古屋サイクロンズ。名古屋サイクロンズは名古屋のチームです。名古屋のチームですじゃなくて、それは知ってる。名古屋サイクロンズ名古屋のチーム知ってる。こうなんかこうどういうなんかチームはどういう雰囲気でやってると思う。新人だからよく分かってねってこと。そうです、まだ自分たちも入ったばっかり。じゃあさ、中にいる選手みんなさ、例えば最初から入ってる3年目4年目の人たちみんな優しいの。優しいです。本当、はい、一緒に飯食ったりするの。行ったり。あんまり結構冷たいんだね愛知県の人。そんなことないそんなことない。そんなことない。出身どこ。岐阜です。岐阜。僕は愛知県ですけど、一宮なんで、ちょっと遠いです。あ、ちょっと岐阜寄りだよね。そうですね。あ、じゃあ愛知県民より僕は岐阜県の人間だって言いたいってことでいいですね。まあまあそうなるかもしれない。あ、なかなか ねこの2人慣れてない。やっぱ武田先輩見たくなんかもういろんないらんこと喋れないね。すごいっす。すごいっすね。はい、はい、そんな感じでね、名古屋サイクロン絶対注目してもらいたい選手2人なんで、またね、来年も以降も一緒にやりたい人はね、入ってもらえるとね、嬉しいですね。はい、嬉しいです。はい、そんな感じで終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか喋ってもらっていいですか。あ、つまらない。チャンネル登録よろしくお願いします。